失礼します。それでは定刻になりましたので、ただいまから第5回原子力被災者等との健康についてのコミュニケーションに係る有識者懇談会を開催いたします。冒頭、委員の皆様方にお知らせいたします。本日の会議はあらかじめご登録いただいた報道関係の皆様が傍聴されております。また会議の模様を動画配信によりライブ中継させていただいておりますので、ご了承ください。この度原子力規制委員会原子力規制庁の設置に伴い、環境省におきましても組織改正がありました。本懇談会のご議論にも関連すると思われますので、まず南川事務次官よりその概要をご説明いたします。よろしくお願いいたします。南川でございます。私から最初に環境省の組織改正に伴う新体制につきましてご説明させていただきます。まず9月19日付でございますが、原子力規制委員会そして原子力規制庁が発足をいたしました。今日は中村佳代子先生にオブザーバーとしてご参加いただいております。その際、東京電力福島第一原発の事故に伴います放射性物質による環境汚染については、これは環境省本省の業務として取り組んでいくことになった次第でございます。こちらにおります保健部長以下で対応するということでございます。またその後10月1日でございますが、野田内閣第3次改造 の発足におきまして、環境大臣、原子力発電所事故収束再発防止担当大臣、そして内閣府特命担当大臣、原子力防災担当ということで、長浜大臣が着任されたところでございます。また今回環境省を担当します副大臣政務官が1名ずつ増えたところでございます。このうちこの放射線の問題にかかる対応につきましては、園田副大臣、そして今日はおりませんが高山政務官が担当されることになったところでございます。そして園田政務官副大臣におかれましては、園田副大臣におかれましては環境副大臣に加えまして、原発事故収束担当の副大臣、そして内閣府特命担当副大臣原子力防災も兼務されているところでございます。私ども新しい大臣副大臣政務官のもと、引き続き省を挙げて東日本震災からの復興など重要な課題に対応してまいります。皆様には引き続き貴重なご意見を賜りますようよろしくお願いいたします。以上でございます。それでは長浜大臣より開会のご挨拶を申し上げます。で環境大臣を拝命をいたしました長浜博之でございます。委員の皆
皆様方には今日も大変ご多忙中お集まりをいただきましてありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いします。ちょっと着席をさせていただきます。環境省ではご承知のように東日本大震災後からの復興などの重大な課題において大きな役割を担わせていただいているところであります。環境庁を挙げてこれらの課題に積極的に貢献できるよう私も微力でありますが全力を尽くしてまいる所存でございます。その中で放射性物質にかかる健康管理につきましては先ほどお話もありましたが環境保健部内に新たに設置された放射線健康管理担当参事官室が担当することになりました。今後は前よりも増して福島の県民健康管理調査を全面的に支援をして福島県民の皆様の健康を中長期にわたり見守っていきたいというふうに思っております。一方で福島県民をはじめ国民の皆様はいまだに放射線による健康影響への不安を抱えていらっしゃることと思っております。こうした不安を少しでも取り除くためのコミュニケーションの在り方やその推進が重要であることは言うまでもありません。今日は先ほど双葉町の町長にもお会いをしに行ってまいりました。本日の有識者懇談会はまさにこのコミュニケーションに関する問題に適切に対応するため細野前大臣が設置したものであり有識者の皆様からご自身のこれまでの活動や体験それらを通じて考えたこと等をご紹介いただきそうしたご意見等については国のさまざまな取り組みの参考にさせていただきたいといただいてきたというふうに聞いております。私といたしましても委員の皆様からのご意見等を大いに参考させていただき国民の皆様の不安を少しでも取り除くことができるようコミュニケーションの推進により一層取り組んでまいりたいというふうに思っております。今回は安西委員と祖父江委員からご発表いただきます。限られた時間ではありますが委員の皆様には活発な議論をお願いをいたします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。なお永浜大臣は公務の関係で中座させていただく予定でありますのであらかじめご了承を願います。続きまして園田副大臣からご挨拶を申し上げます。これ度の改造内閣におきまして環境副大臣を拝命いたしました園田康弘でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。今永浜大臣が皆様方にご挨拶をされましたように私も永浜大臣をしっかりとお支えそして今環境省がやらなければいけないこの健康問題あるいはコミュニケーションをしっかりと住民の皆さん方の不安ご不安それを一つでも取り除けられるように私も全力をかけて頑張ってまいりたいというふうに考えておりますので先生方のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げたいと存じます。また私個人的なお話にはなりますけれどもご挨拶になりますけれども前身といいますか前任の時は内閣府の大臣政務官として低線量被曝のワーキングチームでも先生方には大変お世話になった方もいらっしゃいましてそういう面ではその時にでも今中滝座長であります中滝先生からも大変ご指導をいただいたところでございますけれどもやはりその時でも今日安西先生からもいろいろお話をいただけるということでございますけれどもしっかりと正しい知識といいますかそれに対してもっともっと皆様方に知っていただくのそういう活動をですね政府もやらなければいけないそしてまたそういった形でしっかりと連携をしていかなければいけないんだというようなお話をいただいたところでございましてまさしくその通りであったというふうに私も一つ反省をさせていただいた上で今般のこの有識者会議懇談会に私も出席この立場で出席させていただくことになりました。ぜひまた今まだ福島におかれましては
避難を余儀なくされていらっしゃる方々が、そしてまたそうでない方も大変ご心配を、この放射性線に対してはですね、大変ご心配をしながらご不安を抱えていらっしゃる方々がまだまだ多くございます。そういった方々に対してしっかりとした私どもとしてもメッセージを発信できるように先生方からのまたご指導いただきながら進めさせていただければというふうに考えているところでございます。どうぞこれからさらなる皆様方の活発なるご意見ご指導を賜りますことをよろしくお願い申し上げさせていただきまして、ご挨拶に返させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。次に委員の出欠状況についてご報告いたします。本日は影浦委員、高橋委員、鳥越委員、中谷地委員、藤原委員、前川委員よりご欠席の連絡をいただいており、ご出席いただいている委員は8名となっております。続きまして本日の配布資料の確認をさせていただきます。座席表のほか議事次第委員名簿と資料1、資料2を一括で閉じた資料を用意させていただいております。資料1は祖父江委員提出資料、資料2は安西委員提出資料となっております。また委員の皆様方の記帳には安西委員のご著書2点も配布させていただいております。資料の不足等がございましたら事務局までお願いいたします。よろしいでしょうか。ここで報道関係の皆様方に申し上げます。頭取りはここまでとさせていただきますので、以後の撮影等はご遠慮いただきますようお願いいたします。それでは以後の進行につきましては永滝座長にお願いいたします。それでは議事に入りますので座ったまま失礼させていただきます。今まで第1回から第4回までは細野前大臣あるいは横光前副大臣の下で議論を進めてまいりましたけれども、本日の第5回からは長浜大臣の園田副大臣のご着任後の初めての会でありますので、これまでの議論の経過につきましてごくごく簡単にご説明させていただきます。で、第1回から第3回までは東京で行いまして、いろいろな貴重なご意見をいただきました。で、その中で、住民の方との信頼関係を形成していく上では、長期にわたる健康状態の追跡あるいは健康管理調査などを通じての住民との対話が大事であると、あるいは被災者と思いを共有して議論すべきであると、あるいは被災地に近いところで開催すべきであるというふうなお話をいただきましたので、前回の第4回は福島に参りまして、福島県立医科大学の開催することにいたしまして、実際に現場で取り組んでおられます安倍副学長および安村教授をゲストスピーカーとしてお招きいたしました。で、健康管理調査についてご発表いただきました上で、その目的と調査の結果を県民に伝える際のコミュニケーションに関する部分についてご議論いただきました。で、さらにその被災した住民の立場から高村委員に3月11日からの1週間においてどこからも情報が来ないというとてつもない苦難な状況にあったこと、その後の心の葛藤などもコミュニケーションがいかに必要であるかというお話を伺いました。で、議論の中で常に被災者の目線で対応すること、長期にわたる健康の見守りの重要性などが指摘されたと思います。で、本日は今後の福島県での医学的な調査を県民の理解を得ながら適切に進めていくという上では、さまざまな疾患に対する既存の調査における取り組みも参考になるのではないか、その中でもがんは他の疾患と比べましてデータの蓄積及び解析が進んでおりまして、情報を個人に正確に分かりやすく伝えるためのノウハウも蓄積されていると思います。また県民健康管理調査とがん登録などのデータをリンクさせることによってさらに詳細な分析もできるだろうということも考えられます。そういう意味で今回は最初にがんの専門家でいらっしゃいます祖父江委員にご発表いただきまして、今までの議論を掘り下げたいと思っております。その後、今日は放射線防護学の専門家であります安西委員より今回の
原子力災害による放射線被曝の現状を社会が共有し、被害者、被災者と向き合い、支援していく方法などについてお話をいただくことになっております。で、まず、祖父江委員、よろしくお願いいたします。テーマは、がん情報サービス、リスクを数値で理解すること、がん登録というテーマでございます。祖父江です。じゃあ、座って、しゃべらせていただきます。こういう貴重な機会を与えていただいたわけですけれども、私正直その他の委員の先生方に比べるとですね、福島への直接の関与というのが非常に薄い、ことで来ました。なのでちょっと何を喋っていいのかよくわからないところがあったんですが、今永滝先生の方からですね、うまくこう道筋を述べさせ導いていただきましてですね、ちょっと喋りやすくなりました。ありがとうございます。で、ちょっと内地を絞ってきたのでですね、あまり系統的な話はできず、3つ独立した話をさせていただきます。で、1つはがん情報サービスの話で、これは前回まで の、 そのリスクコミュニケーションの話の中で、信頼をその回復するためのコミュニケーションとしては、やはり一対一対応というのが重要であるというようなことを議論の中でお伺いしました。ただその一対一でそのこう対応する場合に、ちょっと危惧されるのがですね、伝える内容が果たしてどれだけその標準化できるのか、正確なものを伝えられるのかというところで、がんの分野でそういうようなことをどのように対応しているかというので、がん情報サービスというのがあります。これは典型的にはその電話サービス、コールセンターなんですけれども、その中で培ってきたような経験をちょっとお話しさせていただきます。で、ただこれ私が専門というわけじゃなくて、元 の、 その職場で国立がん研究センターで、それを専門にしておられたのは高山先生という方 で、 彼女とは何回か海外にそのコールセンターを見学に行ったこともあるので、そのあたりの話をさせていただきたいと。これは1点。それからリスクを数値で理解することというのは、これ疫学の話をちょっとさせていただくということ、それからがん登録の話をさせていただきます。で、がん情報サービスというのは、トレーニングを受けた、がん情報の専門家、主にはですね、これ医者ではなくって、ナースですとか薬剤師ですとか栄養士ですとか、そういう医療関係のバックグラウンドを持った人たちがトレーニングを受けて正確な最新の情報を提供するというものです。こういうような内容ですね。で、方法としては電話が最も多くって、E メール、対面などの方法もありますけれども、一対一の個別の相互のやり取りで情報を提供するという特徴があります。で、基本に置いている価値観としては、まず医者と患者の関係をサポートするということであって、介入をするというわけではありません。したがって医学的なアドバイスはしない、情報を提供するということに徹するわけですけれども、その中身としてはやはり科学的な根拠に基づいた情報を提供する、個人的な意見は提供しないということになっています。で、必修義務を守る、無料で提供するというようなことで、諸外国でかなりもうすでに経験が蓄積されていて、アメリカなどはですね、もう1970年代からこういう電話サービスなどをやっています。で、民間の団体もありますし、ドイツ、フランス、韓国などは国の機関でやっていると。で、大体複数のセンターがあっても一つの電話番号でかけられるような形になっていて、コール数としては1000とか3000とか、少ないところもありますが、毎日やっているというよりはウィークデーだけでやっていると。がんの場合はあまり緊急性ということはないので、ウィークデーだけでやるということが多いようです。それも昼間ですね、24時間やってるところもありますけども、昼間というところが多いと。で、通話代は無料で、主な対象者としてはがん患者さん、家族の方、一般市民、医療関係者というところであります。で、どのような人がそのサービスを提供する側に相談員として立つかというと、がん情報専門家と書いていますが、先ほど申し上げましたように、大体医療の医学のバックグラウンドを持つ、医者ではないけれどもそういうような教育歴を持つような人たちをトレーニングをして、1ヶ月1ヶ月半ぐらいきちんとトレーニングをした上でこういう対応をしてもらうというようなことになっています。で、当初は NCI が、アメリカの国立がん研究所が一番長い歴史を持っているわけですけれども、
当初はボランティアによるサービスをしていたと、まあ、それは同じピアというか仲間同士でそういう相談に乗るということをやっていたわけですけれども、やはり情報のその内容が高度化してくるということで、正確な情報を伝えるにはボランティアから専門家へという流れで来ていて、それもそのきちんとその情報を適切に伝達するための技術を切磋琢磨して磨いていくような環境で、そのためにはやはり一つの場所に集中するということが割と重要なことになります。そのためにやっぱり電話で対応するということがどうしても必要になると。で、さらにですね、それをこう録音をしたりしてですね、きちんとやられているかということに関するクオリティコントロールもするというようなことをされています。正しい情報を伝えられているか、コミュニケーションスキルがあるか、方針を守っているかというようなことをきちんと定期的にこういうことをチェックをしてやるというようなことをされている。で我が日本はどうかといいますと、まあ、台湾協会なんかで少しそういうコールセンターのサービスはしていますけれども、なかなかまだこういうような系統的な取り組みができていません。で、まあ、研究班として、まあ、このようなクオリティコントロールを含めた対応をどうするかということを今研究段階で行っているということです。なので、まあ、こういうことが一対一対応の場合にその質を保つという意味での一つのノウハウとして、こういう被災者の方々に対する情報伝達ときにも役に立てるんじゃないかなと思います。ただ、まあ、これだけでいくというよりはやはりそのヒューマンリレーションといいますか、フロントに立つ人たちはやっぱりその人対人というコミュニケーションが重要なので、まあ、そういう人たちにその正確な知識、専門的な知識を伝えるという役割までは負わさずに、そういうところはきちんと役割を分担して、専門的な知識はコールセンターの方にお願いし、その信頼関係を保つというような役割は人対人でというような役割でやっていくのがよろしいのではないかというようなことをふと思いました。で、まあ、そこの点を、その提供情報提供させていただきたいのが一つです。それからリスクを数値で理解することというのが、まあ、これが疫学の本道みたいなところなんですけれども、これよく、いろんな議員さんなんかも使うフレーズで、2人に1人ががんになる時代になりました、3人に1人ががんで亡くなりますと、まあ、普通使いますね。で、まあ、半分の人ががんになるのかと、でそのうちの、まあ、3分の1ぐらいの人ががんで死ぬのかというようなことで、まあ、おぼろげながら理解するわけですが、実はこの数字はですねちょっと違う意味を持っています。同じレベルの数字ではありません。で、2人に1人ががんになりますというのは、これはまあ専門用語でいうと障害がん罹患リスクというものでありまして、これは仮定の値です。実測されたものではありません。一方で3人に1人ががんで亡くなるというのは、これは死亡者の中で全死因の死亡者の中でがんで亡くなる方の割合でありまして、これは実測されたものです。日本でいきますと、まあ、100万人がんが全身で、亡くなる方がいる毎年おる中で30万人ぐらいの人ががんで亡くなっていると、これもう実測されたものですね。で、障害がん罹患リスクというのはどうやってその測るというか計算するのかというと、まあ、この定義としては生まれてから死ぬまでに一度でもがんになる確率のことです。それをきちんと観測するには、その人というかある一定の集団を寿命が尽きるまで全員を追っかける必要があります。そうすると100年かかります。だからそんなことをやっていられないので、ある年に観察された年齢別の罹患率が生涯を通じて一定に起こりますというふうに仮定をした場合どうなるかというもの、そういう仮定の上に計算をした値であります。で、これはある年に観察されたといいますか、2008年ですかね、5年ですかね、の年齢別の罹患率というのは年齢ごとにこう上がっていって、まあ、女性が最初ちょっと40歳代あたりが高いですけれども、その後男性の方が高くなると、これは年齢階級別の罹患率です。で、それを一生涯続くと仮定して累積をした値ということになります。で、一方で死亡者の中のがん死亡者の割合というものは、
これある年に、がんによる死亡者を、全死亡者数で割った、30万人を100万人で割ったという値でありまして、これは1年で観察が可能なんですけれども、ここには2つのファクターが関係しています。で、1つが年齢別の死亡率、それと、まあ、それは全身全がん両方ともですけれども、それと年齢別の人口、その年の年齢別の人口分布ですね、この2つが関係しています。ですから、ある一定の年齢分死亡率が同じ、ポピュレーションが2つあったとして、一方が非常に高齢者である、一方が若年が多いということになると、このがん死亡者の中のがん死亡者の割合というのは、変わってきます。高齢者が多い方が、死亡者の割合が増えてくるというような形になるかと思います。じゃあその違うものをこう、2人に1人ががんになります、3人に1人ががんで死亡しますというのがちょっと違うものを比べているということになると、死亡の方でですね、同じその累積のリスクというのがあるのかと言われると、これあるんですね。がんの障害死亡リスクというのがあります。で、同じような、ある年に観察された年齢別死亡率が生涯を通じて起こると仮定した場合に、その累積するとどうなるかという値が計算できます。そうしますと、先ほどの3分の1というよりはですね、もうちょっと減ります。4分の1ぐらいになります。なので本当はですね、こう2つ並べて言うんであれば、2分の1の方ががんになる、で4分の1の方ががんで死亡すると言った方が本当はパラレルな数字なんですが、皆さんそうは使わずに使っておられると。まあ、だからそこのところを本当に正確に理解して使っておられる方がどれだけおられるのかということをちょっと、お示ししたかったということですね。で、その2分の1の人ががんになるってものすごく大きな値のように思いますけども、それを正確にちょっと見てみますとですね、がんの累積の罹患率というのは70歳までだったら5分の1未満です。それが生涯となると54% になります。ということは、まあ、10人いた場合に70歳までにがんになる人は10人のうち2人なんですね。で、70以降、それ以降にがんになる人が10人中3人なんです。なので70歳までだったら10分の2なんですね。障害ではないか、累積罹患リスクは。そういうように、言った方がなんとなく実感にはフィットするように思うんですが、単に半分というとものすごく大きな値に思えるということもあるかと思います。なので、まあ、きちんとその数字が、まあ、計算されてくるその過程を、理解をして、まあ、使うということは本当は必要だということです。で、まあ、その放射線のリスクに関しては安西先生の方がおそらく詳しく述べられるので、さらっといきますと、まあ、これ抗線量の被ばくによるそのリスクを低線領域に当てはめて、まあ、100ミリシーベルトで 1.06 倍というようなこういうリスク比が出てくるわけですけれども、まあ、こういう 1.06 倍というようなものをどう理解するかですけど、やはりこれは他のリスクで出てくるそのリスク比を、まあ、と比較するということで理解をするということが一番僕は正しいというか、理解を進めるやり方としては近道なんじゃないかなと思ってます。で、相対リスクというものが特定の部位の、まあ、C 型肝炎とかピロリ菌とかで胃がんについて、肝臓がんについてというふうに計算すると10倍とか36倍とかこういう値になります。で、まあ、非常に大きな値ですね。それから喫煙者で肺がんリスクがどう増えるかというもので、大体5倍ぐらいです。日本人ですと5倍ぐらい。で、一方で喫煙者でも全部位に関してとなると、これは 1.6 倍ぐらいです。いろんな部位があって、喫煙との関係が密接ながんもあるし、そうでないがんもあるので、おしなべて全部位ということにしますと 1.6 倍ぐらいになります。で、これがまあ大体1000ミリシーベルト、1シーベルトの全部位のがんのその罹患リスクの上昇の程度が 1.5、1.6 ぐらいということで、まあ、喫煙者が持っているリスクと、1000ミリシーベルト浴びた人のがんのリスクが大体同じぐらいの値になるということです。で、先ほどの 1.06 というような感じのリスクのレベルは、まあ、野菜不足とか受動喫煙により全部位のがんが上がるリスクと大体相当していると。で、まあ、こういうその比較の仕方をすると、その放射線によるリスクは
個人の努力で防げるわけではなく、タバコによるリスクは個人のその思考の問題なので比べるのは不適切であるというようなことがおっしゃられる人もいますけれども、少なくともリスクの大きさをきちんと正確に把握するというか理解するということにおいては、やはりこの数字の大きさで理解をすると。で、まあ、そのために我々疫学研究をやってリスク比を出しているわけで、この数字でもってその理解をするということを避けて通れないものだと思います。で、ただ逆にその先ほど前の例で言ったように、数字というのはいろんなことで、というかその計算される過程を正しく理解しないと、同じ値であってもその意味合いが違うということになりますので、そこのきちんと理解をして、きちんと比較をするということが、そういう態度が必要なんじゃないかなというふうに思います。まあ、それが第2弾と。それからがん登録のお話をします。で、がん登録、今、まあ、割とがん対策基本法ができて成立して以来、割と名前としては認知されてきているんですけれども、まあ、がん登録といってもいくつか種類があります。で、地域がん登録、院内がん登録、臓器がん登録、小児がん登録、いろいろあったりするんですが、地域ベースで罹患率を測定する仕組みとしては、この地域がん登録というものが唯一のシステムです。で、通常県単位で行われています。で、諸外国では国レベル、あるいは州レベルで行われていて、それも届け出義務を課すというような法律を定めてやっている国がかなりあるんですが、現在の日本はそういうような対応がまだ取れておらず、国の事業、国のコミットメントというのは研究班を持っているというだけです。で、多くは県の事業として行われているというのが実態です。で、まあ、最初東北大 その関先生という方が宮城県で始められて、あと広島長崎の原爆の被爆者のコホートを追跡するために市の単位で最初は始められたんですけれども、まあ、長崎は割と早い段階で県に移りましたけれども、で、広島市の方は今市と県が両方ともがやっているという状況です。で、その後、まあ、愛知とか大阪とか神奈川が県単位で行われ実施したために、まあ、日本においては県を単位とする地域がん登録というのが大体標準的なやり方になって、で、それが1970年から80年ぐらいまでそういう状態が続いたんですけれども、老人保険法というのができて、まあ、がん検診の制度管理のために地域がん登録を行いましょうと、それに対して補助金が出るようになって、ぐっと上がって30ぐらいの県がやり始めました。ただこの増えたところがですね、あまり制度が良くないというところです。で、それでまあこうヘブラットに推移してたのが、がん対策基本法ができて、まあ、いろんな理由がありますけれども、ここのところ非常に実施権が増えて、で、今年ですね、東京と宮崎県、ここが、最後まで残っていたところなんですけれども、が開始しまして、現在は47都道府県全体、全国すべての都道府県で地域がん登録を実施していますというふうに言えるようになりました。ですので、まあ、非常に地域がん登録関係者にとっては今年はエポックメイキングな年になっています。で、地域がん登録ですから47都道府県でやっていますと。で、そのうち、まあ、データをその研究班の方に提出していただいているのが35府県、まあ、新たに開始したところはまだ提出が進んでいないところもあります。で、そのうちの21県のデータを用いて全国罹患数を推定するということをやっています。まあ、だから全国値というのは実測できていなくて、精度が登録精度がある程度高い21件のデータを使って全国の値を推計しているというのが現状です。で、70万人というのが、まあ、2007年の罹患データとして推計されているものです。で、福島はどうなっているかといいます と、2008年の罹患データから計測をし始めています。で、この2007年 その全国罹患がん罹患モニタリングデータ集計の時には参考データとして提出していただいています。で、それが次のものですけれども、まあ、開始年が2010年で、2008年の罹患データから、観察を開始しています。
で実施主体は、まあ、福島県で、登録は実際には福島医大の方のその収容センター石田先生中心にやっていただいていて、で、まあ、あの初年、これが初年度のデータとしてはちょっと細かいですけど IM 比が 1.54、 それはまあ全部位のここの値に相当しますけど 1.54 で DCN 18%、 DCO 18% と、まあ、なんかよくわからん数字ですけども、これがあの登録制度 の指標でありまして、DCO というのは、死亡票のみで、登録されている例の割合、これが少ないほど把握漏れが少ないというものなんですけれども、国際的にはこれが 10% 以下というのが、まあ、登録制度が合格点というもので、あまりそのレベルには達していませんが、国内的には実はこれ 20% 以下で OK と言っています。なのでそのレベルには達しています。で初年度のですか成績としてはそれほど悪くはないんですけども、ただまあこの初年度は DCO がちょっと少なめにどうしても出るんで、でこっちの IM 比を見てみると 1.54 というのはちょっとこれ低いです。まあ、IM 比がまあ2ぐらいあるのが生存率が 50% ぐらいと対応する値なので、日本のレベルとしてはまあ2ぐらいが普通なんですけども、その分まあ罹患数がちょっと、把握漏れがあるのかなというところはあります。でただ、まあ、普通はこう初年度としてはこれぐらいのデータで、まあ、かなり頑張ってるなというところなんですが、やはり福島の場合は事故前の罹患をきちんと把握しておくことが非常に重要なので、今あの石田先生のところで、協力にお願いをして、この2008年データをもうちょっとその登録制度をよく把握していただけるようにお願いをしています。でこういう地域がん登録の利用目的としては、まあ、その罹患率を福島県全体あるいは相馬地区あるいはその被災者のところで観察をし、事故前後の比較をするということがまず第一です。ただまあこういう地域ごと のあるいは時間系列ごとの比較だけではなくて、次の段階としては個人照合によるフォローアップの中で、把握した線量に対応する線量ごとの発がん率といいますかリスクというものを比較するということが次の段階です。でそのためには福島県民健康調査というもので、個人 その線量というものをきちんと把握をし、その個人の方々をきちんと追跡をするということが必要になってきます。でその追跡に福島県のがん登録を用いるということはもう当然なんですけれども、ただ福島県の被災者の方々が実はその福島県にとどまっているわけではなくって、他府県に在住されている方がかなりおられると、この方々のそのがんの把握というのをどうするのかというのは非常に問題になります。でということは、まあ、今もう47都道府県でできているということですから、それは全国津々浦々がん登録で把握ができるということなんですが、ちょっと落とし穴がありまして、それぞれの県がやっているがん登録というのは自分の県 その県民居住者のみを登録するところが多いということがあります。なので福島県から来られていて在住はそこにおられ住んではおられるんだけども住民票を移していない方とかですね、いう方が漏れる可能性があります。でそこのところはできるだけ各県その他府県居住者も含めて登録をしてくださいということをお願いをするようなことをしてるんですが、そこはなかなか、それぞれのがん登録の事情があって、事件のデータ事件の居住者のみを登録しますというところが今のところ主流です。なので、まあ、福島県のそのに、住民票がある方は特別にそのそれ全ての県がん登録で登録をするようにしてくださいとかいうようなことを何か対応ができたらいいかなというふうに思っていますけれども、まあ、そういうような対応ができて初めてきちんとしたフォローアップができるということになるかと思います。で、まあ、こういうその、まあ、データベース構築をし長期の追跡をしていくという体制を、やっぱこの日本としてどれだけきっちりできるのかということは、やはりそのこういうその不幸な事例に関してできるだけ正確な記録を残すということを、やはりそのやっていく責務があるのかなというふうに思います。でそれもできるだけ正確なリスク評価にも結びつく形での、その記録を残すと
ということをやはり世界的にも求められているんでしょうし、それに対して日本もきちんと答えていく必要があるんじゃないかというふうに思います。以上です。どうもありがとうございました。もう本当にそのこの懇談会として期待したところを十分にお話しいただきました。ありがとうございます。最初にご質問、委員の方からご質問ございましたらどうぞ。どなたかいらっしゃいませんか。考えていらっしゃる間にと思って、そのリスクの死亡のリスクと罹患のリスクとの区別をお話しいただきまして、非常に今印象深かったんですが、普通がんリスクっていう言葉がしょっちゅう出てきますね。でがんセンターもたぶたぶタバコを吸ったらっていう時は全て罹患の方を使いになってるんですか、死亡を使い。そうですね、最近きちんとしたコホート研究ができるようになってきて、その中で罹患を把握できている、JPHC 厚労省の多目的コホートの場合は罹患を扱っていますけれども、ちょっと昔のデータですとか、あるいは罹患を把握しづらいような状況でのコホートですと、やっぱり死亡をエンドポイントとして使うということが多いですね。はい。で理想的にはやっぱり罹患の方がですね、数多く把握できるということと、きちんとその発症のリスクということにダイレクトに、関与しているということで、罹患の方が望ましいとは思いますけど。何かございませんか。もう一つ、例えば私、原爆の患者さん、昔はもう死亡率が重いになって、ずっと死亡での報告が続いて出てましたけども、ある時期から罹患だっていうことになって、がん登録もちゃんとできてきて、がん登録に従ってということですけども、さっき県で違うというお話、県ごとのというお話で、あれもですね、その罹患率を調べるためには、本当に病院に行ってね、係の方が行って、その両方を持ってくるぐらいの努力がないと、なかなか罹患率の調査、正確にできないし、ちょっと予算がなくなると、その調べに行く方の予算がなくなると、途端に調査がこう変わってしまうとか、非常に難しいというか、ところがあると思うんですが。でですね、広島、長崎はそのように、直接病院に再録に行って、かなりこう、人手をかけて、登録制度を保つということをされてきたんですけれども、それができないところがかなり多いので、そういう人手をかけるということよりも、仕組みを作るということで、それをなんとかできないかということです。で、ここのところ、地域がん登録の登録制度が上がってきた最大の理由は、拠点病院を指定して、拠点病院の中の院内がん登録を整備することで、この院内がん登録 その整備をする際にも、医者に頼るのではなくって、その院内がん登録の専任の実務担当者を置いて、でそれに対して教育をする、それからその人たちを雇用するきちんとした資金的な援助をするという、その仕組みを作るというところで、登録制度を保てないかと。でそれがかなりの県で成功して登録制度が上がってきた最大の理由だと思います。でかなりそれは日本としても底上げができていますので、近い将来きちんとした罹患のデータを全国レベルで把握できるというふうにはおそらくそんなに望みは薄くはないというか、近い将来実現可能じゃないかというふうに思います。であとはですから、うまくその県外転出の方々 その漏れるようなところをきちんと把握するということと、やっぱり個人の線量を正確に把握をするという、その元の台帳をきちんと整備するということが一番重要なのかなと思います。どなたかございませんか。どうぞ。安西ですけれども、がんの罹患あるいは死亡について の客観的な信頼性のあるデータベースを作るというとても大事な仕事だと思っていますが、2つ関連してご質問ですけど、1つは教育にか、懇談会の趣旨がコミュニケーションということなので、人々に理解してもらうということがとても大事なことですけど、リスクという概念、特にその
数量的な理解を進めるということ、それからもう一つは他のリスクとの相対的な理解といいますかね、そういうものを進めるというのはできれば基本的なところは義務教育年次までに性格でなくてもですね、そういうものの考え方などを理解してもらうということ、とてもつまり全国民が受けるチャンスのある教育課程で何らかそういう教育が行われるということは大事だと思いますが、 もちろん家庭教育とか学校教育とか社会教育とか障害教育とかの中でだんだんそういう理解を広げるということなんでしょうけれども、義務教育年次でこういうことの理解を進めようと努力している外国の例とかですね、そういうものが何かあればご示唆いただきたいと思ったんですけれども、2番目はだいぶ前ですけども、都道府県別に肺がんの死亡率がどれぐらいかということを比較する意味で、都道府県別の肺がんの死亡率に関するデータを使って多変量解析で、その地域の大気汚染とか工場の数とか人口とか医者の数とかいろんなデータを掘り込んで、単純に多変量解析でやってみたら、医者が多い県ほど肺がん死亡率が高いっていう結果が出て、それは多分医者が多いということはそういう都道府県では熱心に肺がん検診などがやられる機会があるから、他の県で見過ごされていることもちゃんと肺がんとして発見しているというようなことで、見かけ上そういうことが示されたんだと思いますが、こういうデータを全国的に都道府県単位などで比べる場合に、そういうデータの質については何か基準化するような考え方とかいう、あるいは実践とかいうのがあるかどうか、その辺を教えていただければと思いました。外国の例でその義務教育の年限でこういう定量的とか数量的なことをきちんと教えているという例はちょっと私はあんまり把握していません。おそらくですね、数量的な理解というのは外国でもそれほど進んでいなくって、おそらく日本人が一番よく分かってるんじゃないかというふうに思いますけども、なのでむしろ日本が先駆的にそういうことをやっていくということが必要なのではないかというふうに思いました。それから県別の肺がんの死亡率を解析するというような、こういう手法はですね、いわゆる地域相関研究といいまして、個人単位で行うその関連性の研究から比べると因果関係に迫るそのアプローチとしてはやや証拠のレベルが低くなります。なのでその地域相関研究というのは別の意味合いで因果関係という意味ではない解析としてでは使えるとは思いますけども、あまりその細かい、ことを意味付けするということがなかなか難しいと思います。でそれぞれデータの質ということがありますけども、そうですね、そういうその相関研究をやる場合にきちんと全体として同じレベルの質のデータが集まっているかということをきちんと吟味した上でやるというのは もちろんその必要性があると思います。で意思数ですとか、そういうその得られるデータでそういう地域相関研究をやられるのは、いいんですが、私はあんまり個人レベルでのいわゆる典型的なトラディショナルな疫学調査というのがいいかなというふうには常々思っていますけど。いや、確かにリスクを数値で評価して、そしてそのリスクを比べるというのが一番説明するときにはそれができれば一番いいと思うんですけれども、それをそのコミュニケーションに使うときの問題とか苦労されたとか、そういうお話はございませんでしょうか。リスクを数値で表すと、それから それで他のリスクと比較して、コミュニケーションに使う場合のですね、何か問題点みたいなところを、ね、どうぞ。神谷でございます。先ほど中竹先生もご指摘になりましたし、先生 の中心 のお話が、リスクを数値で理解するということで、疫学者の本道だということだと思いますが、
まあ、リスクというとやはり最終的には数値ということになるんですが、それを一般の人にお伝えするのがなかなか難しいということだと思います。それで、まあ、先生がお話になったのは比較で理解が進むのではないかというお話をいただきました。でその時に先生も言及になられましたけど、やはり福島のリスクというのは一般のリスクと違って、一方的に、まあ、住民が被害を受けたリスクなので、そういうものを例えば生活習慣のリスクと比較するのは、まあ、適切でないのではないかという指摘があるというようなお話もありましたし、私どももそういう感覚を持っています。でさらにもう一歩進めますと、そういう、まあ、リスクを比較することによって、その福島のリスクそのものを、まあまあ、例えば生活習慣と比較することによって、それが、まあ、あんまり大きいリスクではないよというようなイメージを与えようとしているのではないかというような一種意図があるのではないかというようなこう捉え方をされる可能性もあると思うんですね。でそういうことに関して専門家から見た場合にどういう、まあ、説明の仕方あるいは理解をしていただく方法というのがあるだろうかということについてご意見いただけたらと思います。はい、まあ、リスクの大きさを理解するという段階と、その大きなリスクをいかに下げるのかという段階と、やっぱりちょっと別のことを考えた方が良いと思うんです。で、まあ、現存するリスクの大きさを理解するにはやっぱり数値をきちんと見て理解をするということが必要ですし、でその上でリスクを下げるためにどうするかということに関して、まあタバコと放射線って相当こう違いますよね。でそのタバコの場合はまあ個人的なというところが中心になるかもしれませんが、まあそうは言ってもタバコでも今環境の問題ですとかいうことでですね、タバコをやめやすい環境を作りましょうみたいなことを言いますね。でまあただまあタバコの場合は個人的なその意味合いが強いですけども、放射線の場合はその全体で対応するということが非常に重要であると。でそのリスクリダクションのやり方がかなり違うんだということは、そのリスクの大きさを理解する次の段階の話として、その進めていくようなことが必要なんじゃないかと、まあ、だから2つちゃんと分けた方がいいんじゃないかなというふうに思いますけども。島先生、保育園の島田です。先生のこの表、非常に私も活用させていただいてて非常に助かってますけども、一つまあ、この表を使えないシチュエーションとしては、例えばこの基本的にこの表は生活習慣なのとの比較なので、まあ、大人ですよね。でそういう意味では放射線のリスクっていう場合は、まあ、小児っていう問題がやはり出てきます。で例えばその胎児の時の被爆に関してはオックスフォード調査っていうのがあって、昔の場合は、リスクが生まれてからの小児がんのリスクが上がったと。ただ1990年代以降の、まあ、その論文をいろいろ探してみますと、どっちかというと、まあ、リスクは上がらないかもっていうデータもたくさん出てきてるんですね。で実際どういう論文をピックアップして何と比べるかって、特に小児がんの場合は比べるものが非常に少ないような気がするんです。例えば小児白血病に関しても、例えば、お父さんお母さんの、生活習慣とか、まあ、子どもの時の栄養とか感染とか生まれた時の兄弟の数とか体重とかいろいろあるんですけども、子どもの場合のこういう表がどっかで手に入らないかなというのが、でもう一つはですね、実は放射線ということで、物事を話していくと、実際は他の原因があるかもしれないのにそれを見逃す恐れもあるわけですよね。でそういうことを、どういうふうに発信していくのがいいのかなっていうのも、まあ、ぶち当たってる悩みではあります。確かに小児の場合は、まあ、データが少ないというか推定の幅が大きいというか、いうところがあるので、なかなかこれというふうに言えないというところがあると思いますけども、まあ、一つ、きちんとその理解を伝える点としてちょっと抜けがちなのが、
小児のがんの、小児の方が、小児の人が、放射線を受けた場合にリスクが上がると言っても、その人たちががんになるのは小児期ではなくて、かなり大人になってからのリスクが上がるということをきちんと伝えられてないような気もします。で、そこのところもそのいつ起こるのかっていうようなことをきちんと伝えるというのもまた必要なのかなと思います。あと、リスクを見逃すという点はですね、どんな形ですか。例えばその、論文なんかでですね、そのたくさん汚染、高いレベルで汚染された地域の子どもと低いレベルで汚染された地域の子どもを比較した場合に、実はその逆のその疾病のインシデンスが出る場合があるんですね。つまり高いところで住んでいるお子さんのリスク、白血病のリスクが低いとかですね、でそういう時にいろんな、例えばその避難をしたとか食べ物に注意したとか、またはその他の要因もあるとか、いろいろ考えられると思うんですけども、そういうメッセージをどういうふうに伝えるのかなと。そのつまり我々はエビデンスで物事を話をしますので、そういう、それが一見なんか放射線が健康にいいように映るというんですか。健康にいいってわけではないとは思うんですね。でもそういう論文があったときに、そうじゃない論文もたくさんありますけども、そういう論文があったときにどう解釈するのがいいのかなっていうことなんですね。ですから、疫学調査の場合は全てのファクターを調査できて、全てこう調整した上でリスクを評価できるかというと、おそらくそういうその研究は少ない。一つの研究成果を見れば必ずそのバイアスといいますか、ある欠点があるわけで、そこのところはもう常にそこを注意して結果を解釈しましょうということをその言い続けるしかないんですよね。で、それが疫学をやるものの責務というか、こういう点を注意した方がいいですよということを きちんと伝えるということだと思うんですが。あと先生、もう一点よろしいですか。この表を使うときは相対リスクになるわけですけども、実際何人ですかという、絶対リスクの議論をするとですね、またその相手の方々の印象が変わることがやっぱりあると思うんですね。そういうのは、本当は両方を併記するのがいいんだとは思うんですけども、先生はその、こういうそのがん原要因と、そのがんのインシデンスとモータリティとの関係を出すときに相対を使います、絶対を、この相対リスク絶対リスクっていうのは皆さん、きちんと理解しているかどうか結構難しい話なんですが、簡単に言うと比か差かなんですよ。比を取るか差を取るかという、でそれでもってリスクを表すのをどちらで行うかなんですが、一般の放射線以外の疫学研究というのはもっぱら比を取って評価をしています。それはどうしてかというと、やっぱり一つの値として表現しやすいからです。で、差を取るとですね、バックグラウンドが、その暴露を浴びてない人の、その、絶対リスクというのは年齢によっても違うし、いろんなファクターで10倍20倍どんどん違う、容易に違うので、それを、加味したというか、それが反映されるような絶対リスクは状況を説明しないと値をきちんと理解してもらえなくなります。で、それを比で表すと割と一定の値になってしまって、状況をあまり細かく説明しなくても大体その状況を把握していただけるということになります。なのでもっぱら比を使うというのがその生活習慣の方でされているので、値としてですね利用できるのが相対リスクが多いと。で大きな間違いはだから相対リスクの方がしにくいんですが、きちんとその何ですかね、実生活に影響を与えるその影響の大きさは絶対リスクの方が正確なんですよね。だからこの2つの使い分けっていうのはかなり疫学を担当しているものでも混乱する難しいところで、だけどそれをこう説明する努力をしなくちゃいけないというところだとは思います。はい、先生、一つお願いします。
んか一瞬昔仕事をしてましたけど厚生労働省にいるような雰囲気になりましたですけど、この11ページいただいているペーパーの今の話題になっているこのがんのリスクのこの表は国立がん研究センターホームページですね。そうするとこのつまりホームページのこの資料に対して、まあ、先生がご承知かどうか分かりませんが、このまさにこの表に対するですねご意見といいますか、国立がん研究センターに寄せられているこの、まあ、先ほど の島田先生とか神谷先生の質問にも関係あるんですが、これを見た人がですねどういうイメージを持っておられるのかとか、このここから見られるこの数値で安心したわと、まあ、いろんな逆に喫煙者の方がいるかもしれませんし、あるいはその肥満をされている方も、あるいは大酒飲みの方もいらっしゃるかもしれませんが、この放射線との関係を見てですねどういう印象というか反応があるんでしょうか。実は私自身というよりはがんセンターのがん予防検診研究センターの予防部長、予防、研究部長の津金先生のところのグループのこれ、資料で、まあ、それをがんセンターのホームページに載せているというところなんですけども、おそらく津金先生のところにその反応といいますか、いろんなそのご意見は集約されていて、ちょっとそれ、私、承知するところではありません、申し訳ありません。ただ、まあ、先ほど神谷先生がおっしゃったような、その放射線と生活習慣をこう平地として比べるということがいかがなものかということをおっしゃっている方がかなりおられるというのは一応聞いております。どうもありがとうございました。他にご質問ございませんか。でまた後でありましたら伺うことにいたしまして、時間でございますので先生どうもありがとうございました。そうです。それじゃあ次に移りまして、原子力分野に半世紀関わってきた科学者として思うこと、被災者に寄り添って生きるというタイトルでございます。安西先生よろしくお願いいたします。資料はお配りしてありますけれども、膨張されている方の資料が白黒なので、見にくいところがあると思いますので、画面を通じてご説明したいと思います。大層なタイトルをつけましたけれども、この1年、私なりにやってきたことを踏まえて、ちょっと問題提起ということであります。プロフィールは新大臣、副大臣もお迎えしたということで、あえて書きましたが、戦時中二本松ということで5年間過ごしたこともあって、福島は我がふるさとであります。後に東大の、まあ、工学部の原子力学科の1期生として、まあ、アカデミックな生活をスタートしたんですけれども、ここ40年来はむしろ原子力政策を批判する側に身を置いてきたとは言いながら、今時事故からはまあできるだけの教訓を組み尽くすとして、現に福島で暮らしておられる200万県民の命をどう紡ぎ出すかということについて、まあ、放射線防護学を分野に関わってきたものとして、できることが何かということをまあ考えているということであります。それで、皆さんの委員の方には、僭越ながら、2点の長所を配布させていただきましたけれども、まあ、ここはかなり自由な懇談会なので資料配布についても多少の自由度が許されるかと思ってお配りしたんですが、上の原発環境というのは実は1975年、私がまだ30代の前半の頃に書いたダイヤモンド社の本で、この10月の30日に完全復刻版を出したんですが、まあ、私の原発とか放射線に関する基本的な認識はこの時点でほとんど完結しておりますので、
まあ、今読んでもそれなりに意味があるかと思って僭越ながら完全復刻し配らせていただきました。もう一冊の方は先月出した本ですけれども、どうも昨年の事故以来全国各地で講演してみても皆さんがそれこそ放射線のリスクを含めて放射線原発事故の利他的な側面に非常に関心が高い一方で、なぜこの国に、まあ、原発が50基余りできてきたのかということに関わる国際関係とか政治経済とかそういうことについての関心が非常に弱いということを感じて、あえて、書いたものであります。まあ、よろしければお供させていただければということであります。で、事故以来の私の基本的なスタンスは、まあ、隠すな嘘つくな故意に過小あるいは過大評価するなということなんですけれども、昨年3月11日の夕刻の最初の新聞のインタビュー以来、隠すな嘘つくな故意に過小評価するなということを求めてきました。まあ、過小評価するということは結果としてそうなることは情報が不確かなところではあるんですけれども、意図的に過小評価することは良くないと。一方で事故を過大に故意に過大評価することにも問題があって、不信感の拡大に、まあ、つながりかねない。講演会でも例えば欧州放射線リスク委員会のバズビー氏は、福島原発事故で数十万人が死ぬと言っているけれども、あなたは何人死ぬと思うかというような質問が出たり、まあ、つまり福島県民の被爆の実態も分からぬうちに数十万人死ぬという結論だけ主張されるようなことはとて到底科学的とは言いにくいことでしょうけども、そういうのもあるし、日本生態系協会会長の発言、これは皆さんご承知かと思いますけれども、福島ばっかじゃなくて、まあ、周辺の地域も含めて極力結婚しない方がいいというようなことが言われたりする、そういうのも非常に問題があると思っております。で、もう一つは悪しき相対性論という先ほどの議論に関係しますが、放射線被曝の実態を過小に印象づけるために人々が受け入れていると思われるより被曝量の大きい比較対象を持ち出して正当化しようとする試みは、昨年事故の直後には政府関係筋からもあったことですけれども、対象としてよく医療上の被曝がもたらされますけど、これはやっぱりメリットがあるものと福島のようにそうでないものと、まあ、比較するということには無理があると。やっぱり放射線ということで比較するんであれば、やむを得ず我々が被曝を余儀なくされている自然放射線の実態を対象として示すということだろうと思いますけども、その意味で昨年来過度に恐れず事態を侮らず理性的に怖がるということを人々に語りかけてきたつもりでいるんですが、その一環として例えば産地で恐れず実態で恐れるということも言ってきたんですけども、今被災地の生産者は失意の底にあって懸命に安全な食品を作るべく努力していながら、例えば福島県産と書いてあるだけで売れないというような事態が、まあ、起こっているわけですね。したがって福島と聞いたら買わないというような消費行動を取ることは、一方で言われている頑張ろう福島という言葉とは、まあ、相入れない面があるのではないかということで考えたいものだって、私の事務所は今小さな事務所を運営しておりますけども、そこでは昨年秋から福島県産の米の普及の取り組みもして、もちろん放射能濃度を測定した上ですけれども、そういうことをしてきたのも、まあ、そういうこの産地で恐れず実態で恐れるということ、そして基本的には上に書きましたね、過度に恐れず事態を侮らず、大変な事態、人類史的に見ても稀有の事態が起こっているんだから、それを侮ってはいけないが理性的に怖がろうということでやってきました。で、NHK のクローズアップ現在という番組に何ヶ月か前に出ましたときに、岩手県の食肉業者が非常に汚染の少ない 肉を探し出してハンバーグを作って 1kg あたり6ベクレル以下という、まあ、我々から見ると非常に汚染の少ないハンバーグを売り出したんだけども、正直に6ベクレルパーキログラム以下と表示したら売れなくなったという事件がありまして、つまり都市の消費者がゼロではないというふうに考えたというわけですが、まあ、ゼロではないって言っても、まあ、放射能ゼロの生活というのはもともと自然放射能など考えるとそれは、まあ、大変にありえないことで、資料にも書きましたが、
例えばカリウム40という天然の放射性物質、これはこの懇談会でも座長からも触れていただいたりしたところですけれども、これは私が60年代70年代東大の医学部の放射線健康管理学教室にいるときに、科学研究費のプロジェクトとして2000人余りの日本人を各年齢別にカリウムが何グラムぐらい体の中に入っているかということを調べたもので、まあ、男と女では男の方が体重が大きく、まあ、筋肉に一つでカリウムが相対的に多いということで男の方が多いんですが、ファットフリーマスという、まあ、脂肪分を取り除いた体重1キログラムにすると男も女も全年齢層にわたってほとんど下がらない、まあ、誰でも持っているわけですね。でこれ東大の学生をずっと毎月1遍ずつカリウムを測ると1年に1回上がり下がりをしながら変動しているけども、とにかく誰でもカリウムを持っていて、中学生数十人を測ったところカリウムの量と握力が非常に高い相関を持っていて、つまり筋肉が多い力の強い子どもほどカリウムの量が多いというのは、まあ、当然理論的には推定されることですが、その通りのことが検出されて、でカリウムっていうのは我々にとって必須の元素であって、しかも8500個に1個ぐらいの割合でカリウム40って天然の放射性物質が入っているわけですね。それで、まあ、カリウムはその崩壊に伴って 89% はベータ線を出してカルシウム40になり、残りの 11% は電子を欠くという崩壊形式で 1.46 メガエレクトロン、かなり高いガンマ線を出してアルゴン40に変わっていく、この途中で体の中でどうしても被爆するので、まあ、我々ここにいる全ての人が多分今体の中に3000ないし4000ベクレルのカリウム40を持っており、毎秒3000ないし4000発のカリウムが体の中でベータ線やガンマ線を出しているというのは否定すべくもない事実であるわけですね。で我々毎日だいたい50ベクレルぐらいカリウム40を食べているし、それによって年間 0.2 ミリシーベルトぐらい浴びていて、各食品のカリウム40の濃度を、まあ推定してみると、だいたいどの食品を取ってみても下に書いたように1キロあたり数十から数百ベクレルぐらいのカリウム40を含んでいるというわけですね。で、まあ、詳しくはお手元の資料で読んでいただければいいですけれども、土台そういうことを考えると放射能ゼロっていう生活はありえないんだけれども、だからその一方でだからこそなるだけ人工的な被曝はしたくないという気持ちがあることも十分理解しての話ですけれども、日頃の自然放射能の体内摂取の変動範囲内にすっぽり収まってしまうようなレベルの放射性セシウム濃度の食品を被災地産だからとか、あるいは放射能がゼロではないからという理由で寄付する、まあ、避けるというのは頑張ろう福島という絆の精神とはいささか違うかもしれないということをまあ、感じてもいるということです。もちろんこういうことを書くとまあ、御用学者に分類され、私もそうネット上では御用学者ということになっているみたいですけれども、そういうことに分類されるけども、まあ、私をそういう分類する自由も認めると、私この40年来原子力政策について、発言することの自由をかなり抑圧されてきたという思いがあるので、自由は最も大事にされるべきだと思っております。でその上でこの過度に恐れず事態を侮らず理性的に怖がるということの2つ目は、内部被曝だけではなくて外部被曝についてもそうで、まあ、これは福島県に行った時に今年ですかね、福島の駅前 0.6、まあ、8月30日はこれぐらいでしたし、郡山では 0.3 近く、それから川又では 0.685 ですかね、福島市内の保育園去年の5月からずっと入っているところですが 0.37 ということで、まあ、大体 0.3 から 0.7 マイクロシーベルトパーアワーぐらいは福島県内であると。で一方、例えば福島に行った時に大阪の伊丹から福島空港に行くと飛行機に乗ると宇宙船の関係でこの青いところにあるように一定の被曝があって、福島に着くとまあそれよりもちょっと多い被曝があると、まあ 0.2 から 0.6 ぐらいのマイクロシーベルトパワーぐらいのがありますが、この4月8月4日にヘルシンキから大阪に帰ってくるときに飛行機の上で5分おきに放射線を測っていて、キャビンアテンダントに懸念な顔をされたんですけれども、まあ、1.0 から上空に行くと 1.0 か 1.2
マイクロシーベルトパワーぐらいのがあって、だから外国の人も福島って聞くとも事故で放射能まみれになっていて、福島の人間とは会いたくもないような雰囲気があるんだけども、実際生活上やむを得ず我々が被爆している放射線もあると、そういうことも含めて先ほど質問した中にもありましたが、放射線あるいは放射能リテラシー、放射線放射能についての情報を正確に読み解き、それに付随するリスクを日常生活の他の要因のリスクとの関係で過不足なく把握できるような基本的な素養をできれば、まあ義務教育年次までにその基礎的な考え方ぐらいは伝えたいものだという思いがあります。ネットとか新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどいろんな媒体、それから家庭教育、学教育、その他の教育を通じてそういうことを伝えたいものだと思いますけれども、その時一番問題なのはやっぱり情報の送り手が情報の受け手にとって信じられるかどうかというのが一番の問題で、この人の言うことなら信じてみようという気にならないと、どんな客観的な情報だと言って提供してもなかなか受け止めてもらえないということであります。で、2つの問題、1つは被災者市民の放射線リテラシーだけじゃなくて、復興に関わる行政関係者やボランティア、医療スタッフや教育保育スタッフなどの放射線リテラシーというのがやっぱりかなり問題があるので、こういうこと、まあ、努力はされていることはある程度承知してますけれども、さらにその増進を図ると。70年代にある事例を書きましたが、レントゲン撮影による被爆の健康影響を過大に妄想して担当医を焼き殺した事件がありました。懲役8年だったかと思いますけれども、確か1ヶ月の間に40枚、肺結核であるという誤診が元で、レントゲン写真を撮られることになった人物が、後に鼻血が出るとか半身から血が出るっていうのを白血病だというふうに思い込んで、その誤診をした医師にガソリンをかけて焼き殺した事件ですが、まあ、精神的なそういう不安っていうのを放置しておくとそこまで肥大化する恐れがあるので、やっぱりそういうこともきちっと対応できるような、行政関係者やスタッフの要請が必要だろうと。で、受け手が持つ傾向ですけれども、ご承知と思いますが、レオン・フェスティンがあってアメリカの社会心理学者が認知的不協和理論というのをかなり前ですが発表していて、一つは人間は周囲の状況や自分の行動についての多様な認知を持っていると。安西黒は今公演中であるとか、明日の天気は晴れであろうとか、そういういろんなことについての認知を持っている。で、複数の認知が心の中にある場合には、それらの認知の間には共和関係、不共和関係、無関連の関係があると。で、人間は不協和な関係にある認知を抱え込むと、それを取り除くあるいは低減させる方向に行動する傾向にあると。例えば私は喫煙者であるという認知を持っている人が、先ほどのお話のように喫煙は肺がんの原因であるというふうに新しい認知をもたらされると考えられる行動が3つあると。1つは喫煙をやめることによって、その不協和関係にある自分のこれまでの習慣をやめることによって不協和を解消する。2つ目 B は、喫煙ががんの原因だというする説はまだ信じるに足らないというふうに、新たに不協和を持ち込んだ認知を切り捨てることによって不協和関係を和らげる。で、3つ目は面白いことに、自分が喫煙者であって喫煙するとがんになるということも認めながら、しかし交通事故で死ぬよりはマシだって考えることによって、そういう不協和関係を陳腐するというか、そういうのがある。で、まあこういう B の場合、つまり自分が持っている行動を改めないで新しい認知を切り捨てるという行動様式の場合には態度の変容が起こらないわけで、ある信念を持つとそれを肯定補強する情報は受け入れるけども、それを覆すような情報は進んで受け入れない傾向がどうしてもある。そしてネット時代には自らの信念と合致または補強する情報が数多く提供されているので、まあそういう状況には肯定するけども、自分の考えをまあ否定するようなことにはなかなか受け入れしないことによって、態度の変容が起こらないということは、まあ実体験としてもよくありがちだと思っております。で、どうするかということですが、やっぱり結局この人の言うことは信じてみようという信頼関係、ということになるんでしょうが、どうすれば信頼関係が築けるかですけども、一つ 2+3 は5だというのは価値観に依存しないんだけれども、原発事故の下でのコミュニケーションでは本来価値中立的な命題についても、いかなる価値観を持つ人がその情報を発信しているのかによって信じたり信じなかったりするという傾向が
あるという体験上ですね。2つ目は情報発信者が隠したり嘘をついたり故意に過小あるいは過大評価せずに事実と誠実に向き合っているということが信じられるということがとても大事で、まあ、隠したりの中には不都合が表沙汰にならないように批判を抑圧するとかあるいは異論を封じ込めて一方的な結論を押し付けたりする行為も含まれますが、そういうことをやると信頼性が損なわれる。で、3つ目に科学的命題の真偽をめぐる問題については科学外的な価値判断が影響を与えないように事実関係の公開性あるいは討議過程の透明性が保障されることが必要だろうと思います。ともに、まあ、4つ目に困難に向き合って悩み合って同じ目線に立つ人間関係を作るということが、まあ、情報を提供する側にとっても求められることだろうと思います。で、まあ、これは後で読んでもらえばいいことですが、被害者被災者と心寄り添いながらリスクの最小化に向けて実行可能な方向を実践したいということで、まず実態を確認する外部被曝内部被曝それぞれについて実際どれほどのことが起こっているのかというきちっと客観的なデータに基づいて考えるベースを与えるということですね。それから外部被曝内部被曝の防護原則できるだけ外部被曝内部被曝を減らす努力を AA として誠実に続けるということと、3つ目にはやっぱり、まあ、前の懇談会でも言いましたが専門家も活用して不安に対応できる相談助言体制をさらに充実させるようにするということで、まあ、その次にこの1年やってきた悪戦苦闘してきたいくつかのスナップ写真を紹介しましたが、つい先だって8月31日に福島に行って保育園に行ったところでも非常に熱心に子は除染したりなんかしてきたところですが、桜の木の荒縄のところに1キロあたり2万ベクレルを超えるような放射能がまだ残っているなど、まだいろいろと長期的にやっぱり観察し取れる手はどんどんやっていくということが今必要だろうと思っております。そしてもう最後になりますけども、こういう作業者の被曝が少なくなるように線量計に鉛のカバーをつけた人がいるとか、あるいはまあ残念ながら福島県でもこの健康管理に関わってその本会議の前に秘密の会議が開かれていたのではないかとか、こういうニュースが伝わるとこういうこともまあ信頼性を損なう恐れがあるので、まあ注意が必要だろうと。結論としては一当事者間の信頼性を築くには非常に大変な努力の蓄積が必要だけども、それを損なうことは実に簡単で、一つの事件などが起こるとそれでまあ損なわれると。二つ目に事実に誠実に向き合いながら根気強く努力を積み重ねる以外には結局はないだろうということと、3つ目には放射線リテラシーを普及するための系統的な取り組みが必要だろうということと、最後には、まあ、被害者被災者の心に寄り添いながらやっぱり共に命を紡ぎ出す意思を共有して共に悩みながらなんとかリスクの、まあ、発言を最小化する努力を続けることが大事だと思っています。大臣副大臣にありましてもこういうなんか信頼性を損なうようなことがあった場合には遅滞なく適切なご指導をいただけるようにお願いして私の発言を終わります。ありがとうございました。なんですね、どうもありがとうございました。もうちょうど時間も守っていただきましたし、あと内容も本当に議論に対応十分時間がございますのでご議論いただきたいと思いますけれども、何かございますか。途中ででも結構でございます。今の先生のお話はまさに私にしてくださったような今のお話でございました。それでお話の中にもありましたように、話し手によって、原子力この放射能汚染の場合は聞いてる人が影響されるっていうところがありましたですよね。つまり今月10月1日に環境大臣になりましたけれども、先生も今日はダイレクトのお話し方をされましたので、ダイレクトに言いますと環境省が説明をしていることは理解をされているんでしょうか。そうですね、これまで200何十回か講演活動などに取り組んできて必ずしもそうとは言えない面があると。というのはやっぱり環境省は国の一つの機関だという思いが被災者にはありますので、で国が
許認可をしてきた原発によってこういう事故が起こったという思いがあるもんだから、国とか行政に対する信頼性が今やや不利な状況にあることはもう否めないところなんですね。だから環境省が言うことと安西君が言うことが全く同じであっても、伝えた方の思いとは別に伝えられた方がどういう思いを持つかというのは幾分か差があるというふうに感じております。したがって、環境省が伝えることと学会の、価値中立的な人、あるいは原発政策を批判してきた人が伝えることが全く同じであっても、その人の立場によってそういう伝える力が違うとすれば、やっぱり価値中立、できるだけ学会その他価値中立的な人々が言う内容を、基準化するといいますかね、背景に特定の原発政策についての特定の立場があるというふうに思われた途端に理解する方が防護線を張るということがありますので、なるだけ価値中立的になっていますか、学会などの見解をこういう場合には依拠してものを伝えるということも必要かと感じております。先生のお話の中で、先生は発言の自由を極めて尊重されて、かつ先生が従来原発に対して取られたスタンスというのもお話をされました。しかしその中で昨今は御用学者という話も出ているという、つまりその人の評価というか、現実にその先生のおっしゃることは信用されているようなスタンスなんですか、その先生が従来取られていた原発に対する姿勢からすれば、そう信じてよろしいというスタンスじゃないんでしょうか。その御用学者云々というのとちょっと理解ができない部分があるんですが、多分私の講演を聞く人々の多くが、この原発が起こったという状況の下で、これまでの国の原発政策などについて不安を持ったり、あるいは批判的な見解を持ったりしている人が相対的に多いと思われるので、これまで国のそういう政策に批判的なスタンスを取ってきた安西ならどう考えるのかということを聞きたいという思いはあるに相違ないと思っています。しかし私が話すすべての人に、私の方が環境省が言うことよりも信頼性が高いとは到底思えないので、現に私自身が安西からも御用学者に分類されましたというネット情報が流れることを含めて、科学的に価値中立的で、誰が言っても同じ 2+3 は5に類する情報でも、やっぱりその自然の放射線を引き合いに出して、それと比べて何か原発でもたらされている放射線を論じようとすると、そういうこと自身が今度の原発事故の深刻さを隠蔽するものだというふうに思う人々は必ずいて、その結果として私も御用学者に分類されたりする。だからそういうことを気にしていては仕方がないので、そういうことに関わらず、やっぱり価値中立的な科学というのは、価値中立、科学的真理というのは価値中立性を持つと思いますけれども、一人一人の科学者が価値中立的な生き方をするということは通常容易なことではなくて、自分の科学的成果をどういう価値実現のために用立てるかということで、ある種の価値観を持っているわけですから、誰だってそうであるわけで、しかし 2+3は5というのは誰が言っても同じなんだという、そういう性格の問題だということももっと伝えていって、それは多分教育過程でそういうこともしっかりと考えられるような、そういうのを総合的に積み上げていかなければいけないだろうと思うんですね。それにはやっぱり理科とか社会科とか国語とかいうことではなくて、総合的な講義の科目がありますけれども、そういう中でものの見方、考え方のようなものをが身につくような教育をどうにかして作り上げることに、私自身もできれば貢献したいと思っております。どうもありがとうございました。いろいろと ご意見いただきたいんですけれども、先生、今日は安西先生のお話の中で自然放射線のね話を、比較的理解しやすいリスクとしてお話に、坪倉先生ずっともう非常にたくさんの方と一つの小人数で話をしながら、ホールボディで測ったりしますよね。その時に今の安西先生のお話のような自然放射線に比べて
今あなたの中にあるセシウムはこれぐらいだということをお話になって、相手の方がどれぐらい理解して。坪倉でございます。私は南相馬市立病院とか相馬中央病院でそういう方とお話しさせていただく機会が多いですけれども、思うのが、先ほどのリスクの数値と比較という話があったんですけれども、数値はやっぱり理解されないなという感覚があります。比較は理解がされるんだと思うんですけれども、数値で何倍だという理解はあまりされないというのはすごく感じます。なんとかの方が5倍だではなくて、これこういう時に比べてより低いか高いかっていう方が効果的だというふうに感じます。で、安西先生のおっしゃるように、その医療被曝と比べてという話は確かにメリットデメリットの話があるとは思うんですけれども、僕個人としては医療被曝の話の方が、すんなり落ちる方が多いという印象が僕個人としてはあります。理由としては、そのほとんどの人がカリウムによるその内部被曝が今まであったということを知らないからです。なので、もともと知らない情報を一旦与えた上で、その知らない情報と比べて今のあなたの情報は低いという、その2ステップを進む必要がありますので、ある程度そのカリウムの被曝があるということが浸透した状況では効果があるというには感じるんですけれども、僕今の状況だと、僕はその医療被曝と比べたりだとか、今までのその日常生活で接していたものとの比較の方が理解を得られやすいというふうには感じています。はい、すいません。よろしいですか。どうぞ。おそらくそこに放射線リテラシー教育の問題点があったんだろうと思います。一つはね、だからそういうこともきちっと普及した上で、本来の在り方としては避けられず我々が受けているし、医療被曝というのは選択の余地があるんだけども、自然放射線というのは選択の余地がないので、私も比較、それと比較して何倍とか言うんじゃなくて、参考値として自然の放射線はこれぐらいだということを示すということで、そのリスクを、絶対しないで相対的に理解するための一助として参考資料として掲げるというのが妥当かなと感じています。田中委員はいかがですか。その、今のリスクのお話、数的なお話、あるいはその自然放射線、医療放射線ところのお立場から何かご意見ございましたら。田中です。じゃあ2つほど伺います。まず福島県産の、農産物がなかなか売れないという話で、もうこれは自然な状態でもですね、これだけ、放射線というのは食品から、発生しているんだと。それに比べて、福島産のものはこれだけあるという、そういう比較をしたその売られ方や情報の提供がされ方がしていないということが問題で、それを分かりやすく説明すれば解消できるということなんでしょうか。これは島田先生が前ご発表の時に、例えばコープ福島でしたかね、加減前調査をやって、実際毎日食卓で我々が取っている食品についてカリウム40 のレベルと、まれにあるセシウム134や137の汚染とか客観的なデータとして調べられているので、それを見ればかなり一目瞭然、誰でも否定できなく分かることなんですが、私はそれもさることながら、去年福島の田んぼから土も取ってきて、測ってみると土は明らかにセシウムで汚染してますけれども、大量の水で洗い流すと水に溶けてくるかと思って実験しても水にはほとんど溶けてこないんですね。つまり田んぼのものすごい福島の土は総じて粘土質で粒子が細かくて、セシウムも非常にイオン交換樹脂のことを吸着しているので、田んぼは汚染しているけど水はあまり汚染していない以上、稲は吸い上げようがないっていうんで、去年8月から10月に取れた福島の米でも全体の 92% ぐらいは検出限界以下で、99.2% までだったかな、1キロ当たり100ベクレル以下というようなことで、実態としてもそういう実態的な調査も踏まえながら、で白川の JA などと協力しながら、そこで取れたお米について放射能を測ってみて、その基準が
この度、まあ、4月に改められた1キロ当たり100ベクレルなんかに比べても十分低いということを確認した上で参考値として自然放射能について説明することはありますけれども、まあ、あの関西方面などで普及する取り組みもしてきたと。その中にはさっき大臣からご質問がありましたが、もちろん私の活動に理解を示してきた人々は安西が食うなら食ってもいいかと思う人もいることは確かですけれども、 それは当てつぽで私も言ってるわけじゃなくて、一応そういう客観的なデータや調査活動の裏付けをした上でできるだけやりたいと思っています。まあ、あの食品 その放射線レベルというのはその年内変動があるという話があって、でその変動の範囲内ですよということが分かればかなり不安は解消されるような気がします。で、あの問題はですね、やっぱりあの福島に住んでいらっしゃる方で、これ食品の話じゃなくてですね、あの、12ページの上の表ですね。でやっぱりあの福島に住んでいると、あの自然のその放射線レベルよりは日常的に高い被曝をしているんだと、いうことですね。でこれはちょっとあのやっぱりその自然の状態と比較するとやはりここは高いんだということで、あのそういう自然の状態との比較では安心できないということになってしまいますね。これ そういう状態に対して、まあ、安心というのは難しいのかもしれませんけれども、どういうふうにその納得してもらう方法があるんでしょうか。あの明らかに自然の放射線、この飛行機に乗っても国内線ならば福島の実態よりもむしろ飛行機の方がまだ低いわけだから、あの それに比べて低いから大丈夫だということではなくて、その放射線の福島でのレベルの程度ですね、自然放射線の100倍も1000倍も高いのかそうでないのかということを理解する上では、こういうデータというのは、まあ、国際線だともっと高い実態もあるんですけど、これも測定器によって違うので絶対化してはいけませんけれども、そういうことを理解する一助にはなるというふうに思っています。と同時にこのオレンジ色のグラフで福島県下を車で走っていて放射線のレベルを測れば明らかに他の都道府県には見られない高さがあるので、しかもその主たる原因がセシウム137で、それは放っておくと10分の1に減るのに100年かかる代物だから決して侮ってはいけないと。我々の目の前にある事態は大変深刻な、人類史上これまでなかったような事態が起こっているということも考えて、これからだから10年かかろうが20年かかろうが30年かかろうが永遠と、まあ、除染を含めてやっていく必要があるということも一方ではもちろん必ず触れるようにしております。ありがとうございました。高村委員、今までお聞きになって何かご意見ございませんか。高村です。総務委員、あの安西委員、今日は本当ありがとうございます。正直申しますと、この前の4回目の時に福島に皆様にお越しいただきまして、私は本当それだけでも、十分かなと思いながらも、今日参りました。そして今あの安西委員がおっしゃったように、私自身今日も福島から、南相馬から飯舘を抜けて福島市、そして、東京に参りまして、多分そのリテラシーというものをちゃんと理解していれば被爆していますというふうには思わないかもしれませんが、やはりリテラシーの問題から言えば、例えばその線量が高いであろうという方たちはリテラシーという部分でじゃあどうなんだと、私は毎日被爆してますという表現をするんですね。そうするとじゃあその方のリテラシーに対してどうやって問うのか、飛行機の話も安西先生の話、私自身も飛行機に乗りましてとても高いで、自然放射線についても確かにそうかもしれない。ですが現実あそこに住んでいますと、そういったものをもう考えたくもないですし、もう見たくもないんですね。ところが現実にはあるんです。その現実にあるものを何て言うんでしょうか、リテラシーだけで
じゃあ本当に解決できるのかとなると、正直、今も私は住んでいながらもわからないです。あまりにも安全であると危険であるとという差が大きすぎて、その先ほども島田先生 と、お話しさせてもらった時に、そのグレーのゾーンがあるんだと、そのゾーンをどうやって理解をするか、そして自分の日々の生活に使えるかどうかだと思うんですね。先ほどその福島県の産物の話になります。南相馬市でも農家さんがもう作り始めていまして、ちゃんと測定をなすって土も入れ替えて水も気を使って、だけど国の基準よりもずっと低いです。 ND ではない、ただベクレル数を出してくれます。そうするとお母さんたち手に取るか、やはりそこには不安があるので手に取りません。ですがそればっかりでもう生きていけないんですよ。目の前のものを取らないと、じゃあいつまでそれが続くんだという不安に押しつぶされるからですよね。その正直申しますと、今リテラシーとかその放射線の話ももちろんそうなんですが、そういったもう心が疲れてきていて、もう見たくないんですね、聞きたくないんですよ。そうしないともう目の前の恐怖感から逃げることができないんです。ですからできましたら心のケアとか、そういったストレス、そういったものも私は健康の一つだと思うんですね。そういったものがなければ健康である、健康体であるっていうふうには言えないと思うんです。ですからそういった不安を取り除く努力というものを、今後も皆様にお願いしたいなというふうに思います。すいません、質問ではないんですけれども、実際、あそこに住んでいる人間としましては、不安をどうやって取り除けるかを正直申します、県とか国とかそういう方たちにお願いしたいというふうに思っております。はい、おっしゃることの意味は完全に理解しているつもりですけれども、もちろん比較的線量が高いと言われている地域に住んでいる方が非常に大きな不安を持っているのを、その人のリテラシーのせいにするつもりなど毛頭ありませんで、放射線に関する、自然放射能も含めてリテラシーが十分普及していないのは個人の責任では全くなくて、54基も原発を持った国でありながら、これまで教育過程でそういうことを系統的に伝えることをしてこなかったというあり方の方にむしろ問題があるので、その特定の個人なりが悩みを抱え込んでいるのを、あなたはリテラシーが低いから心配してんだなというふうに批判するつもりは全くありません。で、私はだから一番最後の結合で書きましたが、結局被害者被災者の心に寄り添いながら共に命を紡ぎ出す意思を共有し、同じ目線で共に悩み合うと、放射線防護学の専門家だったって全てのことができるわけじゃないし、ばらまいてしまったセシウムはこれから100年かかってやっと10分の1に減るレベルでしか減っていかないものであって、原理からしてそれを無害化するような医薬品や微生物ができる可能性は原理上ありえないので、そういうことで我々は AA としてやっぱりリスクを最小化するために外部被曝内部被曝をどう減らしていくのかということを提起し、一緒にやるということがとても大事で、だから今福島市に行っても放射線は被曝しないに越したことはないなんていう能書きを述べても全くダメでして、一軒の家に行って線量計を持って測って、どの場がどっちから来る、どういう種類の放射線によってより高い被曝があるかということを測って、したがってそれを減らすためにはどうすればいいか、今として使っていたところが比較的放射線が高い状況になったのであれば今として使う部屋を移した方がいいでしょうと。この前ここに写真にも写したある家庭では、昼間はとっても気にして庭の土を入れ替えたりなんかしてるんだけども、夜寝ているベッドルームが相対的に放射線のレベルが高いんですね。だから当面の間そこではなくてこっちで寝た方がいいでしょうということも含めて、わらぶき屋根の家なんかに住んでればそれはそこに入った放射性物質から2階で寝るとかえって被曝している人もいるし、
まあ、個別によっていろんな状況の違いがあるので、今一般的なことを言ってもダメで、やっぱりできるだけ行政も協力して個別についてどこをどうすれば具体的に少しでも被爆が減るのか、ということを示唆し、共に実践するという姿勢がないと、なかなか2たす3は5だと言っても信じてもらえないだろうと思ってまして、少なくとも安西事務所はそういう同じ目線でこれからも悩み続けて実践もし続けたいと、まあ微力ながら思っております。今の高村委員のお話に対して他の先生どなたかお話ございませんか。あるいは石原先生何か申し訳ないと。私の率直なスタンスなんですけども、やはりその目の前にある問題を解決していくと、それを一緒に考えるというのがまず大切なのかなと思うんです。それで、まあ、例えば先生リテラシーの問題ですけども、福島の例えば先生もいろんな学校行ってらっしゃいますから、学校の先生っていろいろ今回の放射線に関して、まあ、子どもたちにどう教えようかとか一緒にどう取り組もうかっていう先生たちいらっしゃるんですね。でそういう先生たちがじゃあ放射線っていうのはどういうふうに考えたらいいのかというのを、安西先生のこういろんなこう講演の中から拾っていかれると、それを逆に教えていただけると大変ありがたいなっていうふうに私自身は思いました。それから、高森が心のケアっておっしゃったのと同じように、やはりその放射線だけを、まあ、説明してもとても不十分で、やはりその経済的なお家の、まあ、経済のこととかですね、お子様の教育のこととかコミュニティの崩壊とか、やはりそのいろんな立場の人たちが知恵を出し合って、その中に放射線も入っている。でやはり放射線だけではないので、今このリスクコミュニケーションという形が放射線に特化しているので、そこは非常にジレンマを感じるっていうか、そういうふうに感じました。他にございませんか。いや、坪倉先生、今の高村委員のお話に対して何かご意見ございますか。僕も最初の第1回の時にお話しさせていただいたことと少し近くなると思うんですけれども、やっぱり他のリスクと比べてどうだっていうことに関しては、南相馬の方とお話していて、最後に自分を無理やり納得させるためのツールでしかないっていうふうな印象はすごくあります。最後吐き捨てるように、だって俺タバコ吸ってるからねとか、だって俺太ってるからねみたいな、そういう感じでお使いになる方がほとんどだなっていうふうに感じています。やっぱりこのリスクの数値の話に関してはやっぱりこうそれは意思決定には重要だとは思います。実際に県民健康調査でもそうだと思いますけど、慢性疾患は明らかに悪化してきています。相馬地相馬も南相馬の仮設住宅での高血圧、糖尿病、高脂血症、骨粗しょう症、まあ、うつ病、アルコール中毒等の疾患が急激に悪化していることはもう明確な医学的なデータまではないとは思いますけれども、その傾向はおそらく現場で働いている医者のおそらくほとんどに聞いてイエスだと言うと思います。でそれに対してリスクが放射線に比べて明らかに何倍だと言うんだったら、その数値でどうのこうのの議論はそちらに重点的にこう例えば何か慢性疾患を減らすためにどういう対応を取るかみたいなところで の情報としては使うべきだというふうには感じるんですけれども、その一般の人たちとお話しする際のツールとしては僕個人としては使えるという印象は正直ありません。正直なところはありません。僕が例えば他の病気を気にして医者にかかったとして、それであなたは太ってるからそれより問題ないですよと言われて、ああそうですねって言って帰っていくかって、だったら絶対帰らないと思います。医者の判断としては確かにそっちの方が問題なことは確かなんですけれども、というところなんだろうなというふうに思います。で、そうですね、すいません、なのでその慢性疾患の悪化とかそういうこのうつ病だとかそういうものに対して、そのこのリスクの数値の話はそういうものに対して対応を取っていくという意味合いでぜひ使うべきだなというふうに感じました。一般の方々とのリスクコミュニケーションには正直どうなのかなというふうにやはり繰り返し思っています。でやはりその継続的に数値を出していくことが絶対に大事だなというふうに思います。
先ほどの数値の話がありましたが、他の数値との比較、要は1960年代のフォールアウト中の日本人の内部被爆と比べて今現在がどうなのかという情報だとか、1987年チェルノブイリ事故後1年後のドイツ、フランスでの食品の汚染度に比べて今現在の福島の汚染度がどうなのかという情報の方が、5ミリシーベルトで何パーセントなのでうんぬんかんぬんという情報よりも明らかに効果がありますし、分かりやすいですし、すんなり落ちるという感覚がすごくあります。それはその科学的に正しいという話ではなくて、その1960年代のデータがどうこうと比較しているだけなんですけれど、そちらの方がすんなりくる方が非常に多いというふうに僕自身は感じています。そういうその分かりやすい比較にどうやって落とすかみたいな話は、安西先生がおっしゃるように、そのカリウムとの比較というのはもちろんいいとは思うんですけれども、他のものも考えるべきなんじゃないかなというふうには感じました。いずれにせよ、その僕が現場でお話しさせていただくときには、その現場での情報しかお伝えしないことにしています。南相馬での計測の結果しかお伝えしないことにしてますし、南相馬での検診の結果がこうだったということしかできるだけお伝えしないようにしてます。それをベースにして話をしたいというふうに思っています。なので、そのやはり僕個人としてはその情報公開が一番大事だろうなというところに落ち着くかなというふうに感じています。そのきめ細かいというか、その例えば実際にその土地で講演会を頼まれたら、その土地でのその空間の線量を一生懸命調べて、どういう発表がされているかとか、食品がどうなのかみたいなのを全部調べてからやっぱり話をしに行きます。やはりそういう形での発表が必要で、リテラシーはもちろん大事だというふうには思いますけれども、すいません、ちょっと話がまとめませんが、その情報公開をいかにこうきめ細かくやっていくかというところも考えるべきなんじゃないかなというふうに思いました。すいません、ありがとうございます。もうあまり広げるつもりはないんですけども、どうも放射線だけのお話は聞きたくないとか、放射線はそんなに問題じゃない、それ以外の被害がいっぱいありますね。それこそ避難生活をしているともうみるみる成人病が増えてくるとかね、そういうふうなことが今後どれぐらい話題になるかというのは、ちょっとこの本来とは違いますけども、でも放射線の話に特化して全てが解決できるのかね、それともやはりそこにいる方たち全体のもう生活そのものに対してのケアをどうするかっていうと、それと原発の事故というものとどう結びつけるかっていうな、なんかそこら辺は今急に結論はいらないんですけれども、私自身どう考えていったらいいのかなと議論の中でですね、そういう疑問がありますので、他に何かございましたら、どうぞ。ありがとうございます。ちょっとすいません、私も気になっていた点がありますので、一つご示唆をいただければというふうに思うんですが、特にすいません、高村委員の先ほどの地元の住民の皆さん方の思いっていうのは、私大変重いものとして受け止めさせていただいております。で今回はからですね、環境副大臣として、この健康管理あるいは除染も含めて担当させていただくことになりましたので、精一杯私も全力を尽くさせていただいて、今日皆さん方からいろいろご意見をいただいていることも踏まえて、しっかりと対応していきたいと思っています。で、一つ反省 を込めて申し上げたいのですが、昨年はですね、フェーズが事故当時からやはり情報公開が私も必要だというふうに思っておったところでございまして、でその中でも私もその情報の記者会見を連日まずやらせていただいたときに、これはやはり正確な情報をしっかりとそのありのままお伝えをすることが必要なことである。で、先ほど安西先生からも隠すべからずっていうことをもうおっしゃっていただいておりまして、しっかりと正確な情報をいかにお伝えをするか、
このことで私自身はですね、自分の主観を入れた、その発表する数値の中に自分の主観を入れたり、あるいは思いを入れずに、なるべくですね、なるべく今の、今の温度計が、炉内の温度がこうです、あるいはこういう状況の中で、水はこういう形で今冷却がされています、あるいは漏れた時にはですね、これだけの部分が漏れていますということも含めて、正確にありのままをお伝えをするということに心がけさせていただいたんですね。でそれを連日行わせていただいてました。でそれがやはり被災地の皆様方に、ある面ちょっと不安に思いながらもどういうふうに受け止めていただいているのかなと、つまりそのありのままをお伝えすることによって、より不安を増長してしまってはいないかというのも一方では実は私も心配しながらも、でもこれは隠すものではない、ありのままをお伝えをして、そして、そこで安心だというふうに私から申し上げにくい状況がありましたので、安心だとは私も申し上げられなかった、安全性をしっかりと確認はさせていただいてますということを申し上げるのが精一杯であったわけなんですが、こういうやり方を昨年私は心がけをさせていただいてやってまいりました。でここからはやはりそのフェーズが少し変わったのかなというふうに思ってます。今おっしゃってまさしくおっしゃっていただいたように、その事故そのもののあるいはこの放射線のリスクはもさることながら、それよりもやはり自分たちの心のケアであるということをおっしゃっていただいたんですけども、おそらくいろんな面で、先ほど安西先生からもお話があった寄り添って、そしてまた思いを共有するんだということだったわけでございますけれども、それしかやはり今の段階では申し上げられないものであるのか、何か国に対して不満やあるいは不信感がひょっとしたらまだ残っていて、国からのそういう発表であるとか、そういう言葉であるとか話に対してどこまで許容をしていただけるものであるのか、ちょっとこれを教えてくれというのはちょっとまだ厳しい状況なのかもしれませんけれども、何かそういう思いで私も今お話をさせていただいているということをお汲み取りいただいて、何かご示唆をいただけるものがあれば一つ教えていただければと思います。ありがとうございます。日々南相馬に、原発から25キロの地点に住んでいますと、正直今もセシウムが飛んできているであろうと東電が発表しましたね。毎日飛んでいると、そうなると私たちはいつも風向きを見ます。じゃあこの風向きは今日はどこへ行っているんだと、そしてじゃあもしまた1号機2号機3号機4号機もしもの時には私たちはどこへ逃げればいいんだ。私は先日友人から要素材をもらいました。それは子どものためです。あの時要素材を配らなかった、それは多分いろんな判断があると思います。ですが今もう私たちはあそこに住んでいると自分で判断をするしかないんですね。そのための情報が欲しいんです。ですから自分で判断をするの情報は確実であってほしいですし、安心だろうが安全だろうが危険だろうが全て知りたいんです。そして自分で判断します。そこが私は国への信頼を失ったことだろうと思っております。そうしなければ今いけない状態でもあります。それは皆様はもしかすると、住民はあまり知らないだろうというふうに思っているかもしれませんが、私自身周りの周囲は今まさに原発のあの作業をして入っているんですね。そうすると歓迎令が引かれてます。他に漏らすなと。ですが漏らすなと言っても人間なんです。人間が作業員として入ってるんですよ。そうすると1週間に1回帰ってきます。辛いんですよ。ご家族にやっぱり話します。その話したことは今度家族の中でもとても重くて辛いことなんですね。そうするとやはりまた誰かに聞いてもらいたくって伝わります。その伝わってきたことが今度は風の噂となって、じゃああそこは何やってるんだ、本当は
事故なんて終わってないじゃないか、もうそこだけで国への信頼なんていうのは私はないと思っております。ですから先ほど副大臣がおっしゃったように、包み隠さず情報はいただきたい。それは私たちがもう自分で考えます。もうそれしかないんですよ。あの時じゃあ何をしてくれたのか、もうそれは過去の話ですから結構です。これからの話をしたいんです。これから国は何をしてくれるんですか、県は私たちの子どもをどうやって守ってくれるんですか、そういう話をもう具体的にしたいんですね。ですから、本当にすみません、ちょっと言葉すいたかもしれませんけれども、情報としては、包み隠さずいただきたい。これが、地元住民の、気持ちだと思っております。どうもありがとうございました。何かよろしくございますか。はい、だいぶ時間も迫ってまいりました。で今回、5回が終わったわけであります。ここに今日ご出席の先生は皆さんのご発表いただきましたけれども、今後どうするかっていうこと、それから、意見の中でその被災者被害者に寄り添ってっていうのはもう何回も出てくるんですけれども、それぞれの方が違ったご意見 もキャリアもある方でありますので、ここら辺でもし所感、今の所感ですね、その今までまとめたことあるいは今後に対して1ページぐらいに委員の方にまとめていただいて、それを皆さんでまたもう一回見て次のことを考えていくということも一つの手かなと、これ座長として皆さんのお話を伺いながらですね、必ずしも自分の思いが全部ここで言えたわけではないということもあると思いますので、そういうことをちらっと考えてはいるんですが、確かこの時間、この次はどうなりますか、この予定は。国会等の状況も見まして調整をさせていただきたいと思っておりますけれども、ちょっと11月中の開催は難しいかなと思っております。そうすると時間もそう迫っておりませんので、もしできたら1ページぐらい、あるいは2ページ3も多くても結構でございますけれども、今の段階で自分はこういうところをこの委員会で強調したいんだとか、あるいは今後こういうところというような、ご自分もこれはまとめるという、あるいは一つの方向にまとめるというつもりは全くありません。皆さんのご意見をここで自由に討論していただくということがこの会の目的ですから、まとめるつもりはありませんが、ただ今後の方向として、その私が参考ということではなく、皆さんでそのご意見を見ながらですね、どうしていったらいいかということの参考に、ちょうど半年経ったと、5回目で終わったというところ、それから今日ご出席の方は皆さんご発表いただいたということも含めまして、そういうふうなことを最後にお願いできればと思いますが、その意見の中で、書簡の中でいろいろとまたご意見を書いていただくということでさせていただきたいと思いますが、時間になりましたので、これで終わりにしたいと。何か特別にご発言ございませんでしょうか。じゃなければ、大臣、ご意見よろしくお願いいたします。はい、今日はありがとうございました。私もこの立場にならせていただいて、今日初めて第1回目出席をさせていただいた次第でございまして、これまでの5回に4回におけます皆様方のご議論、またちょっと議事録なども拝見をさせていただきながら、またアーカイブでも残っているという話でございますので、私なりにまた勉強させていただければなというふうに思っております。その中で今日は本当に安西先生、総務先生に本当に今までのご知見も踏まえて、さまざまな現場でのご意見、そして、お考えになったこと、思いをお話をいただき、そしてまた先生方、委員の先生方全員のお話もいただきまして、誠にありがとうございました。私自身も聞けば聞くほどまだまだ本当に難しいなというふうに感じた次第でございます。
まだ私自身でしっかりと咀嚼をできているわけではございません。まあ、試行錯誤をしながら、しかしながら思いはやはり福島の皆さん方に対しまして、私も本当に申し訳ない思いでいっぱいでございます。そういう思いを持ちながら、私自身のその職責をですね、やはり全力を尽くさせていただきたい、そして福島の皆さん方と思いを共有させていただきながら、そういう思いにどうしたら応えられるのか、それを自分なりにも探していければなというふうに感じた次第でございます。いろんな立場、あるいはいろんな状況の中で、それぞれやはり受け止め方も違うんでしょうし、またお考えもあるでしょうし、これが一つの答えだというのはなかなか私も難しい状況ではないのかなと。だからこそ願わくばでありますけれども、お一人お一人に寄り添って、先ほど安西先生からもお話しいただきましたけれども、より、そういう形が取れればなと思っておるところでございます。私も福島第一原子力発電所内には何度か入らせていただき、直接作業員の方とも実はその私どもの立場で行くとですね、どうしてもまあ、なんていうんですか、上役の方とか、ね、そういう方々とのお話だけで終わってしまう状況があるんですけれども、実は今年の初めあたりでしたが、今年の初めあたりですね、細野前大臣とも話をさせていただいて、本当に現場で、しかも事故当時に、本当に決死の思いをした作業員の方と直接お話をする機会をいただきたい、ということを、しかもその中間の方が入らずにですね、そういうところで直接お話をする、そういう機会を実は作った次第でございまして、その時にも今まで聞かせていただかなかったことも直接お話をいただいて、本当に私自身もショッキングを受けた状況もございました。それからやはり、まあ、ここの霞ヶ関といいますか、国この中央の中にいてもですね、なかなかそういう現場の皆さん方の本当の声というものが届かないであろうと、じゃあ私たちから自分そういったところに飛び込んでいって直接お話を聞かせていただく、そういう場もやはり必要なんだというのはつくづく痛感をいたしたところでございました。同時にそれからやはり現場の作業員の皆さん方のいろいろな声がある、でもそれが私たちに届いていない、そしてなかなか声を出しづらいというところもですね、今改善をするべくいろいろな直接のアンケートと、それから直接やはりアンケートに答えられないところもあるので、しかも私たちではなかなか話しづらい、じゃあ第三者の福島県の中でですね、いろいろ寄り添っていただけるようなそういう弁護士さんの方であるとか、私たちは全く関係のないところにも仲介をしていただくような形で、少しでもそういう皆さん方の声を聞かせていただく努力も一方ではこれからもしていきたいなというふうに思っております。まあ、こういう場を通じてそういったいろんなやり方というのも一つのこれから参考にさせていただければというふうに考えておりますので、ぜひまた引き続き先生方のいろんなお知恵やお考えやご意見、そういったものを聞かせていただくような状況であれば私も幸いでございますので、ぜひお力添えご指導のほどよろしくお願い申し上げます。ちょっとすいません、試験も入りましたけれども、私の今日の感想と御礼に返させていただきたいと存じます。本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは議事を終わりますが、事務局から何か連絡ございませんか。はい、次回につきましては後日日程調整をさせていただき、改めてご連絡を差し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは第5回の有識者会議をこれで閉会とさせていただきます。どうもご力ありがとうございました。